までまだ時間があるなあ。ねえパク。うわあ、皆さんこんにちは。ああ、拍手だったりは、ああ、ありがとう、手を振ってくれてる、ありがとう、あ、いい席取りますね、あ、始めますね、おめでとう、こんにちは、あ、後ろの方もどうかな、あ、始まるよ、あ、僕、自己紹介するね、お、不思議でカラフルな動物園を作ることが夢である、僕の名前はミスターコーン。あったかい拍手みんなありがとう。そうだ、待ち合わせまでまだ時間があるんで、みんなには不思議な体験をしてもらいましょう。使うのはこれ、じゃじゃーん、数字の8みたいじゃないね。僕が使うといろんな動きをするんだ。見てて、見てて、いくよ、じゃじゃん。そしてくるくるくる、なんだか不思議だよね。さらにさらに、くるくるくる、綺麗だよね。上がります、さしてさして、よいしょ、ほう、さらに、よっ、よっ、わ、なんだか浮いてるみたいじゃない。こんな動きもするよ。あ、ありがとうみんな、よいしょ、よいしょ、くるっと回って、よいしょ、よいしょ、もう一回いっちゃおうかな、これ。うわちょっと、言うこと聞かないですけど、誰かですか、見えてるかな、そっちも。ああ、こんにちは。見に来て、見に来て、よいしょ、そして、なんだか、カラフルなパンダが気になっちゃうよね。ああ、ご紹介が遅くなりました。こちら、僕の相棒のパンゴと、ゼブリックです。どうぞよろしく。ありがとう。みんなもレゴランドを歩いているとたくさんの動物に出会ったでしょ。僕とにかくここにいるカラフルな動物たちが大好きなんだよ。あ、たくさんいる動物の中にエレゴっていうカラフルで大きなゾウさんがいたんだけど、どこかに行ってしまったみたいで、あのほど仲良くなりたかったのになって悩んでたら、なんと今日は僕の友達でもある、あのうるさいじゃなくて、元気いっぱいなあの二人が何か仲良くなるアイディアを持ってきてくれるらしいんだ。そろそろ来る頃かな。おうさん、あ、なんかね、私たち英語の好きな食べ物を持ってきたの。これがあれば仲良くなれるんじゃないかなと思って。なるほど、私が選んだのはこれ。おお、これは人参。確かエレゴは人参が好きって聞いたことがあるよ。でしょ。さらにエレゴは不思議で楽しいことが大好きなんだよ。さあコーンさん、これでエレゴのこと楽しませてあげて。これで、あげるだけじゃダメなの。ダメだよ。どうすれば。人参で、もうしっかりしてよ。あ、よし、僕の不思議な力があればきっとできるはず。あの呪文を使ってみよう。準備、3、はい、こいこい、パオーエレゴゴー。うわ、力がみなぎってきた。うわー、すごい、でかいと。よし、みんな手拍子でコウさんを応援しよう。いくよ、せーの、ありがとう。よし、2回
いっちゃうよ。ほい。すごいすごい。楽しくなってきた。あ、いつものダンスやっちゃう？やっちゃう。いくよ。せーの、はい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 。やったー。パッチリやがて今、3人とも揃ってたよね。え、あわりゃー。もう、なんだよ。ゼブレック戻っちゃう。よし、いくよ。せーの、そしてキャッチ。やっとさに拍手。もう、力が強いって拍手。さあ次はルーシーが持ってきた食べ物。甘くて丸くて色は赤色で、切ったら中は白い。このフルーツなんだ？正解、リンゴだよ。うわ、美味しそう。エレゴ喜んでくれるかな。大丈夫だって。さっきのあの変な呪文、あれにきっと不思議な力があるんだわ。そうだね、またコウさんにパワーが集まればさっきの人参みたいに不思議なことが起こるはず。さあみんな両手をパーにして、いくよ、せーの、こいこいパワーエレガーゴー。もう一回、せーの、こいこいパワーエレガーゴー。もっと元気に、せーの、こいこいパワーエレガーゴー。うわ、みんなのパワーが集まってきた。うわー、やったー。うわあ、頭の上、ほいほい、おおおおおおお。そしてかっこよくポーズだ。残りのリンゴも僕に投げてよね。はいはい、わかってます、わかってます。ちょっともう急に投げないでよ。よし、5つ、いっちゃうよ。みんな応援よろしく。いくよ、せーの、ほい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 。どうじゃ、どりゃ、やったー、不思議でー、ありがとう。手拍子、手拍子。ふふう、いくよ、ほっ、よいしょ、ほい、いくつ、ほい、そしてそして1個ずつだ。そして、キャッチ、コングラチュレーション。決まったエレゴ、ほら、リンゴと人参だよ。一緒に食べよう。ああ、やっぱり食べ物だけじゃダメか。ああ、どうしよう。なにゃに？うんうん、それいいね。楽しそう。ちょっと、二人で何話してるんだよ。ねえ、コウさん、私たちエレゴと仲良くなるには大好物もいいけど、ゾウになりきってみたらお友達になれるんじゃないかなって思ったの。それにエレゴって楽しいことが大好きだからさ、ここにいるみんなにも手伝ってもらって、みんなでエレゴダンスを踊ってみるのはどう？なるほど、確かにゾウになりきればお友達になってくれるかも。みんなもお手伝いしてくれますか？はーい。ありがとう。よし、それじゃあみんなその場にゆっくり立ち上がってみて。みんなでやってみよう。手を広げて周りにいるお友達とぶつからないところに立ってね。うん、頭太陽にちょっとずれたりしたからね。体が開いたから立ってね。あら、いいね、素敵な面子。どうかな、準備はできたかな。さあ、エレゴダンス踊っていくよ。うんうん、まず、エレゴと言ったらパワーがあって力持ちだよね。そうだそうだ。こんな風に力持ちのポーズやってみよう。力持ちのポーズ、いいね、力持ちのポーズ。じゃあ反対も力持ちのポーズ。反対もバッチリ。そしたら重たい体をずしんずしんジャンプしてみよう。ジャンプだ、ジャンプジャンプ。ナイスジャンプ、バッチリだね。あ、いくしいくし。じゃあ次はルーシー、他にどんな特徴があったっけ？ルーシー考えてます。ルーシー、え、何？お鼻が、うん、ああそうだね、お鼻がとっても長いよね。みんなも長いお鼻作ってみて。長いお鼻。さあさあ、そしたら横に揺らすよ。せーの、ゆーら、
キュー、ラッキュー、中指を鼻を揺らしてみよう。さあ、バッチリ。そしたら、その鼻を高く上げて、高く上げて、回っちゃえ。回るぞー。ぐるぐるぐるー。ぐるぐるぐる。いいね、いいね。そしたら、他にもエレゴの特徴あったよね。なんだったっけ、コーンさん。エレゴの特徴は、大きな耳。そうだそうだ、大きなお耳もエレゴの特徴だよね。こんな風にお耳作ってみて。そしたら横に大きく広げて、前と後ろにバッと戻させよう。また、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 いいね、いいね。これでエレゴダンス全部だよ。覚えられたかな。よし、次は音楽に合わせてやってみよう。準備のできたお友達はゾウさんの鼻を高く上げてね。後ろのお友達も一緒にやってみよう。ありがとう。よし、みんな準備はいいかな。はーい、バッチリ。よし、それじゃあミュージックスタート。みんなでやってみよう。エレゴみたいに力いっぱい踊ろうね。最初は力持ちのポーズだよ、みんな。いくよ、せーの。力持ち、反対もジャンプ、はい、ずしんずしん。お鼻作って長く、ゆらゆら、そうそう、ゆーら、長いお鼻でね、そうそう、ゆーら、そして回っちゃおう。もっともっと激しく、いい感じ。もう一度いくよ、力持ち、反対もジャンプ、はい、ずしんずしん。お鼻作って、揺れるよ、そう、そう、ゆーそう、長いお鼻、いいよね、力入れて、あおー、そして回っちゃおう。ぐる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 、バッチリ。次は耳だよ。耳を作って大きくしたら、バタ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 。耳を作って、大きな耳で風を吹かしちゃおう。カラフルな
に行ってピクニックでもしようかな。ねえみんな。それってもちろん私たちも連れてってくれるんだよね。ねえ。はあ、賑やかになりそうだ。あ、今日はみんなのおかげでエレコと仲良くなることができました。本当にありがとう。また動物園がオープンしたら遊びに来てね。みんな本当にありがとう。また一緒に遊ぼうね。それじゃまたね。ありがとう。またエルカス踊ろうね。ありがとう。あ、エレコにそっくりだね、そのレインコート。ありがとう。またね。ありがとう。またね。ありがとう。ありがとう。二人ともお待たせ。準備できたよ。はいはい、これも OK。行くよ行くよ。みんな、またね。みえっこ223チャンネル見てくださりありがとうございました。